こんにちはこんにちははい CFNJ 二年生の島勝と申します、えー、と私の救われたお話をしたいなと思うんですけれどもえっ、ー、と私がえっ、ー、と救われたのは単大一年生の ころでした。えっ、ー、と。そうですね。昨日えっ、ー、と。え、うん、証のビデオも流させてもらったので、ちょっと過去の話もしたんですけれども。まあ、結構。家庭状況が、まあ、大変な状況、家庭環境の中で育って。うんと、イエス様に出会う前の私の心はすごい。カラッカラに乾いていました。えっ、ー、と。家庭の中では、まあ、母の鬱だけでなく。 母と,、うん、と父はお酒を毎日飲んで、まあ、本当、殺し合いになるんじゃないかみたいな、そういう喧嘩とかも、本当、毎日のようにしてまして、まあ、そういう私の心はすごい、イエス様に出会う前までは、すごく、恐れが支配してたんですねイエ,スイエス様を信じて、まあ、聖書に向かれてるように、あの 愛、喜び平安忍耐親切との本当に精霊様の身本当に良いものが支配してくださるんですけれども私はイエス様を知らなかった前は私の心は恐れや不安やいろんなネガティブな思いが本当にまさに私の心の中をいつも支配してい,ていたんですね私が初めて教会に行って初めて神様のふ 神様の話を聞いて初めてイエス様聖霊様に触れられた時本当にすごい不思議な感覚で心にスーッと平安や本当に喜びや希望が入ってきて私の中に本当に大きな光があの差し込むようなそのような本当にそ,そのような感じでした。えっと そうですね神様私が、えっと、神様教会に行く前までは神様がこういるっていうのを感じてまして何かこう神様っていうかこう何だろう全部を見てるようなその方がいるっていうのを信じてて神様はいるっていうふうに思ったんですけれども私のその神様の感覚的にはこう誰も見てないところで。 で神様だけは見ていてちょっと自分の心のやましい思いとかそういうのがあるときにやっぱり罰せられるようなそういうような感じでなんかこうやってやったら死ぬ,死ぬみたいないつもそう思ったのでこうやっちゃったら死んじゃうじゃないかって結構ずっとそういう思いがなんかちょっと悪い,悪い考えがあるときはそういう感じだったんですよね、神様は。う それで本当に私の頃はすっごくか上え替いていて何でもいいから本当に助けてほしいってそういうような気持ちでしたね友達の間ではすごい笑っていても,もうそれがたくさんあって神様を知らない人生っていうのは一人で乗り越えるしかないありません。で うんとやっぱりその何かのりなんだろう人の目を気にして生きるしかないですしどうやって人によく見られるかどうやってやっぱ友達からもこう拒絶されたりとかそういうの結構学校とかでもあってやっぱ人に受け入れられなきゃいけない人に好かれようっていうやっぱ人に合わせちゃいますし自分自身っていうのが本当に分からなくて。 そんなような感じだったんですねみんな本当に人は羊飼いのような存在がいないといけないように作られていてそのような存在をやっぱ神様も知らないと人に求めてしまってそれが家族だったりとか友人だったりとか恋人だったりとかそういう人から見いだすことしかできなくてでも私はそういうような環境にいなくて。 そういう助けっていうのを家族からも見出せなかったですし友人も裏切られたりとか裏切られて拒絶されたりとかそんな時に神様に出会いました本当にその神様を知れたっていうのはていう恵みなんだろうってこの証を準備していて本当に改めて感じたんですよね本当に神様は 私が知ってる神様多分多くの日本人が思っている神様っていうのは、まあ、あの仏壇の前にお祈りしておばあちゃん、おじいちゃん、助けてくださいこれからも守ってくださいって祈ったり神社に行って大学、合格させてくださいとか本当にこれからも守っていてください健康で今年もいられますようにみたいなそういうふうに多分日本人が思っている神様ってその程度っていうかでも本当にイエス様を出会って。 イエス様は本当にそうじゃなくて本当に愛してくださってこの何か大きなことがある時だけじゃなくてこの今という瞬間も共に生きてくださる方その神様そういう神様という方がいるんだよっていうのを知れることって何ていう本当にさっき言ったように暗かったその恐れでいっぱいに支配された心本当に光が。 差し込むんですよねその神様を聞けるっていうことはだから、そうですね、改めて本当にこの、そういう共に生きてくださる、私が迷った時また苦しい時困った時本当にすぐそこで祈って、神社に行く,行く必要もなくて、その今、その瞬間、祈って導いてくださる、語ってくださる。 話してくださるそういうそのイエス様、神様がいるっていう方にということを本当に、なんか改めて私が本当にそうだったので変えられたので伝えていきたいなっていうふうに思いました。終わります